超超いい感じ、超超超超いい感じ。こんにちは、大紫の飼育を中心に蝶々の活動をしている蝶太郎こと八郎です。はい、今日もね楽しく蝶々の話をさせようと思うんですけど、はいね、室内ということはそうですよそれだけじゃ分かんないですよね。そうです、今日やろうと思ってるのは、現在は僕はメインは大紫、日本の国蝶大紫の飼育を行っています。その傍ら、今回ちょっと始めた飼育が2つありましたね。黒子の魔蝶の飼育と、ミヤマカラスアゲハっていう蝶々の飼育をしていますと。でですよ、その一つ、黒子の魔蝶をね、5頭捕まえてきて、前回幼虫捕まえてきましたっていうと、そしてその次、それがサナギになりましたっていう動画がもう出てると思います。でですよ、その次、そのサナギですよ。サナギが羽化、成虫になるところをちょっとね、今回はね、お届けしようと思います。はい、そうなんです。黒子の魔蝶という蝶々は、成虫越冬。成虫で冬を過ごす蝶々なんです。なので、今この時期ね、今日は10月の11日なんですけど、その時期でも成虫が出るというわけなんです。その成虫が出た成虫がもう冬を過ごして、来年までずっと成虫で生きてるというわけなんです。なので、その、羽化のシーンを撮影しようと思います。はい。ということは、実はこれ事後動画なんですけど、はい。よくあるやつですね。はい。撮ろうと思いますけど、とか、実際撮りました。撮影成功しました。そうなんです。撮影成功しました。いや、実は、ちょっとこう、裏話をしますと、5頭のうち、今3頭サナギになったんです、実は。で、1頭目、もう、羽化しちゃいました。気づいたら。で、2頭目、バッチリ。わあ、もうこれ羽化だなっていうのがもう分かったんで、羽化のシーンを撮影しました。貴重映像、超貴重映像ですよ。黒子の魔の羽化のシーンをね、ご覧いただこうと思います。ではいきますよ。貴重な黒子の魔の羽化のシーン、レッツー、ショー。さあ、やってきました。黒子の魔蝶の羽化、サナギから成虫になる時がやってきました。現状を説明させていただくと、黒子の魔蝶のサナギは水曜型です。水曜型、垂れるサナギの形なので垂れ下がっているんですけど、後ろこの紐糸でね結んであるところがお尻の方です。でぐーっと右の端っこ見ていただくと、先っぽちょっと黄色っぽく見えるところが顔と目があるところですね。でその上が羽、逆さに向いてるんですけど、羽のこう脂脈がもううっすら見えていると。そしてお腹のところのシワが緩んできてるんで、もうねもう言ってる間に出るかなという感じです。ということで、黒子の魔蝶の羽化、貴重シーンがなんとか撮影できそうです。1頭目の子がね、もう気づいたら出ちゃってたっていうね、あの感じだったんで、この子2頭目でね、なんとかね、あの皆さんに、黒子の魔蝶の羽化見ていただけると思うんで、そちらの貴重な、超貴重な黒子の魔蝶の羽化のシーンをご覧ください。はい、ということで、黒子の魔蝶の羽化いただけたでしょうか、見ていただけたでしょうか。いや、いかがだったですか。いやー、あっという間でしょ。意外とあっという間なんですよ。サナギから出てくるまで意外とあっという間に出てきて、でもね、
ね、あれから羽を伸ばして飛べるまでは何時間もかかるんです。すぐにあっこから飛び立てるわけじゃないんです。だからまだ羽は柔らかいんで、あの時期に天敵に襲われたらもう羽がぐしゃってなっちゃうんで、あそこが一番ね大事なポイントでもあるんです。でですよ、今回ね少しちょっと失敗したことがあります。あの部屋でね羽化のシーンを撮影したんで、あのこんなスケッチブック、白のスケッチブックにあの数珠玉でさなぎになってる数珠玉をテープで貼り付けてライトを当てて撮影してたんです。で撮影ね、こんな風にねちょっと立てかけて、こう立てかけて、ここに数珠玉を貼り付けてさなぎ羽化させたんです。でここからさ出てきたシーン今見てもらいましたね。こう出てきましたと。で羽を伸ばし始めたら、やっぱりこう傾いてるから羽がこっちに倒れちゃうんですよ。でそれを嫌がってからどん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 あの後こっちに登っていって、こっち裏返って羽を伸ばしました。そうなんですよ、普通ね蝶々ってこういう枝にこうねさなぎになってて、こっから出てきてこうやってぶら下がって重力を使って羽を綺麗に伸ばしますよね。だから今回こうしてしまったから羽がねあの当たってしまってちょっとなんか曲がってしまいそうやったんでしょうね。それでこうちゃんと裏返って、あの裏で今ね今そういうものもいるんですけど、今もあの羽を伸ばしてます。なので今はまだ触れないんで、綺麗に羽が伸びた後ちゃんとねあの保護しようと思います。はい、ということでこれで一つまた勉強になりました。サナギを羽化させるときはこういう傾斜なんです。こういう風にサナギをつけて羽化させましょう。皆さんもぜひねサナギ羽化させるときは、だからよく割り箸こうやって入れて、ここにねサナギついててこうあれなってますよね、あれが正解なんです。こうするんじゃないっていうことがね一つ勉強になりました。撮影の時も皆さんねそれを念頭にこういう風にね撮影してみていただけたらなと思います。はい、でですよ、もうちょっと熱弁させてください。もう黒黒マチョのさなぎ見ましたよね。ご覧ください。緑やったでしょ、蛍光色の。あの蛍光色の緑のさなぎから茶色の枯葉そっくりのさなぎ、あの成虫出てきましたよね。あの緑どこ行ったんって思わないですか皆さん。あの鮮やかな緑のさなぎからだんだん羽の色にこう合わせるかのように黒くなっていって、そして出てきたじゃないですか、茶色の羽の蝶々が。緑どこ行ったんっていうとこですよ。深い、蝶々深いでしょ。さなぎの色もちょっとまたお話ししますけど、さなぎの色茶色と緑、アゲハチョウとかあんなもいろいろ面白いんですけど、いやー蝶々って不思議、面白いですね。はい、なんでかなっていうのはね、皆さんもね一緒に考えてくれてもらったらなと思います。実はこんなやでっていうのあったらコメント欄ください。はい、ということで今回は黒コノマチョウのさなぎから成虫を羽化したシーン、貴重シーンを皆さんにご覧いただきました。でですよ、こっからですよ、こっからです。僕の本番やりたいことはこっからなんです。なぜ5頭の幼虫を捕まえてきて成虫に刺して何をするか、それはこうご期待です。この次その動画を撮りますからね。もうこれもね多分なかなかない実験じゃないかなっていう、初これ YouTube 出していいのっていうようなね実験をねやっていこうと思います。ではまた次回の蝶々の動画をお楽しみください。蝶なら、蝶なら、蝶なら。T シャツ概要欄に貼ってくんで買ってくださいね。飾るのもいいよ。はい、黒子のマチョウ、浮かしちゃってました。抜け殻です。サナギの抜け殻です。浮かしちゃってました。さあ、その、成虫は、じゃん、こちらでーす。こちらにいますね。ピント合わせます。あったあった。はい、この子です。いい感じですね。羽も綺麗に無事に浮かしました。いやー素晴らしい。やったーで浮かしましたね。でですよ、ここ、どこだと思いますか？そして、何をしてると思いますか？そうなんです。僕は実はこのね、幼虫たち、もう続々とサナギになって、もうどうしようかなと思ったわけですよ。続々ともう3つ実はサナギがあったんですよ。で、どうしたかと言いますと、じゃーん、こちらでーす。壁に、さなぎになった、数珠玉を貼り付けて、このように、ぶら下げてるというわけです。さなぎありますよね。まだ綺麗ですね。まだ浮かしてないですね。この子、こっちはちょっと羽のね、あの、新脈が見えてますね。もう、近々ですね。はい、というふうに、こうやって壁に貼ってます。でですよ、ここどこだと思いますか？この換気の音、そしてこの響き、そうです、お風呂場です。リアル蝶と結婚した男、林家の物語です。いや、これね、見せるかどうか迷ったんですけど、もういいですわ。もうね、見せちゃいましょう。はい、そうなんです。僕ね、これ、いい場所やと思ったんですよ。あの飼育ケースに入れといてもいいけど、
次々サナギになってこうやって餌が次々こう枯れちゃい、あのね、こうやって枯れていっちゃうからサナギどうしようって思った時に、そうやったと、お風呂場だと換気声ってされるし、お風呂入った後水かけとけば水気も与えれるし、そして密閉空間で逃げない、暑すぎないし寒すぎないし、ここならいいんじゃないかということでお風呂場の壁に貼り付けてたというわけです。一人暮らし、蝶と結婚した男だからこれはできる技です。皆さん、あの、真似しないようにしましょう。これはこれは真似しないようにしましょう。すいません、ちょっとね、こんなとこちょっと本当はミスするの迷ったんですけど、でもこれ画期的やと思ったんですよ。これ外にも出せないし、ね、落とすのもダメだしってことで、ここ絶対落ちないし、密閉だし、逃げないしね、もうちゃんと、だから綺麗になりましたよ。